どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズなんですけど、今日は日曜日なんで、日曜日といえばガズギター、はい、宇宙一簡単ギター教室ガズギター開催したいと思います。今日は第6弾でございましてですね、今日はちょっとね面白い動画になると思います。今日のテーマを先に言ってしまうと、ギターでは難関コードと呼ばれているこの F というコードがあるんですけど、この F、ガズギターの手にかかってしまうとですね、どんな方でも弾けるように弾けちゃう、アレンジしますよ。この F のコードにとってもこだわった動画にしたいと思います。これギター弾きたい人必見の動画になっております。それぞれのレベルに合わせた F、いろんな F の形を今日ね9個ぐらい紹介していますんで、皆さんのそれぞれのレベルに合わせて今のところはこの F でやってみよう、この響きは逆に好きだからこれ使っていこうみたいな感じでやってみてもらうのがいいと思います。そして後半ではですね、以前の動画でいただいていた質問に答えるっていうのもやってるんで、今日のいただいた質問はね、今回いただいた質問は弦高についてと弦の太さはどうしたらいいですか、初心者さん向け、ちょっとそこに触れたいと思いますので、ぜひとも最後までご覧になってください。そしてね、このガズギター、YouTube チャンネルっていうのは毎週日曜日にギター専門なんですけど、普段はガズレレウクレレといってウクレレのねレッスン動画を公開しているチャンネルなんですけど、はい、このねガズギターの再生リストを作っております。これ1から見ていただいたらもうバッチリだと思うんで、今日初めてこの場動画をね、見た方もいらっしゃるでしょうから、まずギターやってみたいと思った方、その1から見てください。再生リストここに貼っておきます。はい、再生リスト 1,2,3,4,5,6 って今日6番目ですからね。それで順番で見てもらうのがいいと思います。そしてですね、そこの動画内でもいつも言ってるんですけど、このアコースティックギターとかギターにいきなり挑戦するのも面白いとは思うんですけれども、まずね、ウクレレという楽器をまずお勧めしたいです。ウクレレっていうのはまあ私がさっきも言ったようにね、ガズレレという YouTube チャンネルで、もう17万5000人のフォロワーが、いてくださるチャンネルでね、もうとにかく私が分かりやすく解説してるんで、それでまず始めてもらった音楽ってこんな風に楽しめるんだよということをウクレレでやってもらって、ウクレレとギターの共通点ってすごく多いんで、すごく勉強になると思います。まずウクレレでやってみるのをおすすめということで、そのウクレレが弾けるようになっちゃう、すごくいいガズレレのねロジック、ここにリンク貼っておきます。この順番通りに動画見ながらウクレレ触っていればすぐできちゃいますんで、そこでねさんさん楽しんでもらって、またこのねガズギター戻ってきてギターに挑戦するのもおすすめでございますという流れでございます。じゃあ、今日第2部に分かれてるんですけどね、前半は F の紹介、後半は質問いただいた、弦高と弦についてちょっと触れるということでやっていきたいと思います。まず最初にですね、ギターのコードで難関コードと言われる F の、もう教科書通りのこれが F だ、これこそザ F っていうコードを紹介しましょう。これです。これ難しいんですよ。何が難しいかっていうと、この1弦と2弦の押さえるのが難しい。はい。ちょっとどうやって押さえるかやってみると、はい。このね、こう、こう、こうで、こう、こう、こう、もう、こうやって見せるしかないな。ここを人差し指で押さえるでしょ。こうでしょ、こうでしょ。で、これがこうなるんですね。こう。わかるかな ?6 弦はこの1弦、1フレットでしょ。で、5弦と4弦、3フレット。この薬指と小指で押さえます。そして、これ3弦の2フレットを、これ、中指でここ押さえて、問題はこの1弦のあと、こことここ押さえたいんですよ。これどうしようってことになるんですけど、つまりこう、人差し指でこう全部ビチッと押さえた上で、こことこことこう足すという、そんな感じなんですね。それでやってみると、これが教科書通りの F です。はい。で、何が難しいかっていうと、やっぱりこの1弦2弦を、こういうふうに指、人差し指、6弦と1弦と2弦押さえてるわけですからね。こういうのをね、正波とかバレエとか言うんですけど、これウクレレでも出てくるんですけどね、これ。ウクレレで言うと A シャープというコードでよくこれが出てくるんですけど、これ6弦まであるんで、これがまた難しい。はい。で、まあ、トライしたい方はまずこれをもちろんね、練習してもらう欲しいんですけど、いつも言うようにこの正波とかバレエっていうのは、ここのね、指を1本使うんですけど、まあ、1個対策としては、まずね、いろんな角度を変えてみる。はい。で、体をこっちに入れてみたりだとか、ギターのね、この角度を変えてみたり、いろいろちょっと検証してもらいたいんですけど、多分、ほとんどの人はこうなっちゃうと思うんですよ。こんな感じに、うまく押さえられてない。1弦と2弦が。なかなかこれ、ぐっとこう、テコの原理を使って、こう、引っ張り込む力もかなりいきます。で、6弦もしっかり鳴ってなきゃいけないから。はい。これがなかなかですね、このアコースティックギターって弦も通し鉄だし、ぐっとこうかなり押さえる力も必要になりますし、これギターによってね、この弦高が高かったりするともう本当にガズさんでも、調整されてないギターだともうこういう風に押さえられないですね。はい。すごく調整されてるギターだとね、比較的押さえやす、安いんじゃないかなと思うけど、この弦高についてはギターの説明についてはこの後ちょっとだけ触れますんでね、最後の方で。はい。また見てもらえればと思うんですけど、基本的にはこれが、
教科書通りの難関コードという F の押さえ方でございますということなんです。はい。で、これまた最後にまたちょっとやるんですけど、ここからガズレレが考え出した、新しい F の価値観、初心者の人まずもうその全部うまいことこう全部抑えられなくてもできますよというのを順番にこれからご紹介していきたいと思います。まずは今まで今日6回目のレッスンですけど、第1回目から出てきてるねガズギター式の F っていうのはあるんですよ。覚えてますか？ちょっと今もう一回確認していきましょう。ガズギター教室の流れでは今のところですね、 F は2つのF の弾き方を紹介しております。覚えてますよね？まず指2本で弾ける F からいきます。はい、ちょっとこれダイアグラム出しておきますけど、はい、6弦の1フレットと5弦の2フレットをこんな感じで押さえていただいて弾きます。はい、これがまず何でもいいから何も考えずこの音を弾いてくださいというふうに紹介した指2本で弾ける F。 はい、ちょっとこれね、正確にはねすごくこの響きって複雑な音色がありましてですね、ジャズで使われるようなね、もうすごいこうブロークンコードというか、なんか正式なコードネームを書くとブチャブチャブチャってなるような感じなんですけど、ひとまず初心者さんこれでいいと、はい、何も深いことを考えずに指2本で押さえられる F だというふうにご紹介しました。今これおさらいですからね。でそれができるようになったら次のステップとしては F にこの赤い点をプラスしてもう一個音を加えましょうと、はい、ということで今はこの2本だったのに、ここの4弦の3フレットも小指で足します。これをするとさらに F のコードがいいよということをお伝えしました。はい、行ってみましょう。はい、さっきよりちょっと F の響きが強くなったよということで、今までのね、過去5回のガズギターのロジックではこの F、 この2つの弾き方を紹介していたんですけど、今日はここからさらに掘り下げていって、今日は全部9個で出てくるからあと7個の F の弾き方を紹介したいと思います。まずどんな順番にしようかなと思うんですけど、まずですね、今日ちょっとご紹介したい弾き方があって、このミュートっていうのがあります。これ実は、C というコードがあって、これでコード、C ってよく出てくるコードなんですけど、この時にご紹介したことがあるんですけど、コード弾く時に6弦の音出さない方がいいんですよ。ということで6弦の音を止めて出した、じゃあ6弦の音を弾いたまま、C を弾いてみますよ。そうするとこうです。できれば6弦の音出てほしくないわけ。そしたらどうしたらいいかっていう時にね、これ以前解説してます。ガズギター教室その2の、3分50秒ぐらい。ちょっとリンク貼っときますけどね。この3分50秒ぐらい見てもらうとその止め方書いてあるんですけど、この C のこの部分、3弦の、5弦の3フレットのここの指をちょっとね、6弦に当てる。そして、わざと音をこう6弦くすぶらせて、これ音出てないんですね。これをミュートと言います。それかあるいは親指で6弦をちょっと触れる。そしてこう、わざと 音程出ないようにして、弾くといいよということをお伝えしているんですけど、これ、青い色でバツ書いてあるの、これをミュートというふうに しようと思います。そういうことをちょっと今日はね、織り込んでやってみようと思います。じゃあ今日、覚える F の初心者さん向け簡単アレンジコード。まず、今日プラスされるコード。その1はですね、一番最初に出てきた2本指で押さえる F を押さえてください。6弦の1フレットと5弦の3フレット、はい、さっき押さえましたね。その時にこの図を見てもらいたいんですけど、今6弦と5弦押さえてますよね。で押さえていない1、2、3、4弦はミュートします。そして弾いてみます。これすごいでしょ。要は6本弦があるのに2本しか音鳴ってないんですよ。やってみます。これです。すごいでしょ。これどうやって1弦から4弦までミュートして音を止めてるかというと、ここ見てもらいたいんですけど、この人差し指をここにペタッと触れるんですよ。わざと押さえちゃダメですよ。当てるだけ。そうするとどうなるかというと、ここはいいですよ。6弦、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦、ほらこれミュート、音が止まってるわけですね。それで弾いてみるとね、6弦と5弦しか音が鳴ってません。あんまり違和感ないでしょう。はい、これ全部じゃあ剥がす、ミュートせずに離してみますよ。はい、これ最初にちょっと不思議だなっていうコードに戻ります。では人差し指を寝かせて1弦から4弦までに触れます。はい、そして高音源の響きはないけど一応この音程はすごく分かりやすい。
これはですね、一応エレキギターの、コードの弾き方に近いと思うんですけど、パワーコードとか5度コードとか呼ばれています。2本の弦だけで、はい、気持ちよく音を鳴らすためには他の弦が鳴っちゃうと気持ち悪いんで、何回も言いますけど、この6弦を押さえている人差し指をパタッと緩く倒して、ここは押さえちゃダメなんですよ。緩く押さえて他の弦に当てて、ここにくすぶらせるんですよ。はい、だからしっかり鳴るのは5弦と6弦だけ、そして全部ストロークすると、はい、ってなります。じゃあちょっと今日このコード進行で曲の中に入っても違和感あるかどうか検証していきましょう。歌詞も適当につけます。 F のコードは、楽しいようでいきましょう。 1,2,3,4 F のコードは楽しいよ。どうですか？ところだけ高音が出なくなったんですけど、そんなに違和感ないと思いません？これが今日紹介した1個目のコード、はい、1弦から4弦までを人差し指で音を止めてミュートして、この2本だけで鳴らすというパターンです。はい、じゃあ次、もう次はですね、皆さん想像していただけると思うんですけど、さっき出てきたこの赤い点加えたバージョンあるじゃないですか。はい、6弦の1フレット、5弦の3フレット、4弦の3フレット、これをやったまんままた 1,2,3 弦だけミュートするんです。そうすると今度はもう一個弦、鳴ってる弦が増えたでしょ。そうすると、はい、さっきよりよりコード感が高まる。じゃあもう一回さっき作った F のね、コードを楽しいよという歌やってみましょう。このコード進行、今度は指3本の F ですね。 1,2,3,4 こんな感じです。ちょっとなんていうのかな、心強くなった感じがします。このミュートをうまく使いますと、この曲の中に混ざった時にそんなに違和感なかったと思うんですよね。これを使ってやってみると、これかなり F のコードハードルが下がったんじゃないかなというふうに思われます。そしてこれ別にですね、本当にリアリティのある話として、本当になんていうのかな、こういうふうに F を弾くプレイヤー結構いますからね。そして次のステップはですね、もう一個 F に指を追加します。ちょっとじゃあこれ見てくださいね。あ、ここにもダイアグラムやっておきますけど、6弦の1フレットとここの5弦の3、4弦の3フレットまでは一緒。そしたら今度この指、この中指を3弦の2フレットに置きます。こういう感じですね。わかる？ここと2弦、3弦の2フレット、こうですね。中指、これ。この4つを押さえといて、そして1弦と2弦はミュートします。さっきみたいにこの1弦の人差し指にこういう腹を触るだけ。そうすると、1弦は1弦、2弦、これ。ね。で、これ、覚えてますか？最初、正式な、この本当の F っていうのを押さえるときに、こういう風になっちゃいますよっていう、わざとこの失敗してるような感じでここミュートしてあえてするんですよ。触れるだけにするの、人差し指のこの腹の部分を使って。そうするとここミュートになってます。そうすると弾くと、はい、こっちの方が F のコード、さっきよりだんだん1音ずつ大きくなってくるわけですけど、音が。じゃあ2本指から増やしていきましょう。まず2本指、3本指、ちょっとね、ほんのちょっと、はい、次もう一個足します。こんな感じでコード感が上がってきたでしょ。これでいいと思います。で、ちなみにガズさんが今のところ今日このガズギターでおすすめしたい F の弾き方、一番皆さんにおすすめしたいのはこれ。この弾き方がすごくまずはいいと思う。はい、こういう1弦、6弦、5弦、4弦、3弦まで押さえといて、1弦と2弦は人差し指で当てて音をくすぐらせてミュートしちゃう。はい、これでもまた演奏してみましょう。せーの、3、はい、これはかなりコード感あると思います。で、もうストロークの中に入って
ジャーコード結構わからないので、この押さえ方で F に、行くのもいいと思います。今日はだからこのミュートっていう考え方を加えるとですね、かなり F のコードも幅広くできるなというふうに思うんですけど、ここで一個ご注意、皆さん気づいた方もいると思うんですけど、コードストローク、ピックとか指で、ジャン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 ってやるときはいいんだけれども、アルペジオの時はこれどうしようもないんで、やっぱりね、アルペジオの時はミュートしちゃうと、なんていうの、音が分かっちゃうでしょ。だから、アルペジオの時も、今やった押さえ方、つまり、4本指出て押さえるね、ここ6弦の1フレットと、5弦の3フレット、4弦の3フレット、3弦の2フレット。この4本弦で押さえる F だと、アルペジオもね、この4つの弦だけで、というように、まあ一応こなせるかなというふうに思います。アルペジオに関しては前回のね、こちらの動画に、弾き方紹介してるんですけど、ガズギターのアルペジオは4本弦だけでひとまずやろうよということなんで、これで対応もできるし、今日ガズギターとしておすすめしたいのは、この4本の指を使って弦を押さえて、1弦と2弦はストロークの時は、ミュートさせる。はい。これをちょっとおすすめしたいと思います。はい。そして今日はさらにですね、深めましてですね、今度これ、こっちで今、ガズギターって今までこういうところでコード弾いてたじゃないですか。これ、ローコードって言います。で、今度はですね、ハイコードといって、エレキギターでよく使われる手法の、ちょっとこっちの方を使ったコードでも F、できるよということをご紹介したいと思います。まずですね、5弦の8フレットと4弦の10フレットを、こんな風に押さえます。さっきの F。この形あったじゃん。この形、一番最初の2本指の。この形のまんま、5弦の8フレットと4弦の10フレットをこんな風に押さえます。こことこう2個ね。はい。そして、これがまたね、簡単なようで難しいのが、この2本以外の音を全部ミュートします。どうやってガズはミュートしてるかというと、6弦はこの人差し指を上に当てて触って6弦の音をくすぐらせてます。これで、1弦から3弦までは、さっきと同じようにこの人差し指をピトッと倒して、ここで音を止めてる。そうするとどうなるかというと、はい、そうするとこの要は5弦と4弦しか音が出てない状態にします。それで、はい、これは他の音ミュートしますからね。6弦はこの音、5弦は鳴ってる、4弦も鳴ってる、3弦はね、ミュートされてます。それでここでやってみましょう。さっきの歌、せーの、ワン、はい。みたいな感じ。ちょっとこれね、いきなりここのコード上がるんで、かなり違和感あるかもしれないですけど、これが簡単なようでいて、このミュートをするっていうのは結構なね、これ以外の音が出ないようにするっていうのが、まあこれも練習が必要なんで、まあ微妙なところなんですけど、はい。じゃあ次でございます。次はですね、もうちょっとここに手を加えたかっこいい感じでいきたいと思うんですけど、今度はですね、この5弦の8フレットを押さえたじゃん、さっき。これを全部ビシッと倒してください。ビシッと倒す。1弦まで。そして、4弦の10フレットと、3弦の10フレットをこんな風に押さえます。わかる？はい。こう、こう、こう、こうです。これで、今度は1弦と2弦も、これ結構できるんですよ。これを全部押さえるの。5弦から1弦まで、この高さだとですね、結構押さえやすいです。それで、6弦だけはミュートします。人差し指で当てて、音をくすぐらせて。いきますよ。気持ちいいでしょ。このね、抜けた音すごく好きですね、これ。ちょっとじゃあ、さっきの歌でやってみます。せーの。はい、どう？いいコードじゃない、これ。ちょっとこれも慣れが必要ですけど、このこっちの一番最初の超基本の F の、これをやるより、なんでこっちの方が簡単ね、これも制覇とかバレーとか言われる押さえ方ですけど、とにかくこの1フレットのところが一番ね、この遠くて、このナットって呼ばれる部分を押さえつけないといけないんで、力がいるんですよ。こっちの方だとまだね、これ結構簡単にできますから、はい、やってみてください。そして最後なんですけど、さらにもうちょっとこのコードを F の感覚を強めるために、ちょっと似てるんですけどね、途中まで一緒ですよ。5弦の8フレットを押さえて、はい、ここ、4弦の10フレット、3弦の10フレットと、今度、2弦の10フレットまで押さえちゃいます。こういう風に押さえるか、あるいは、
こうでもいいですよ。そして1弦と6弦をミュートします。はい、1弦のミュートはですね、ちょっとじゃあ6弦はまたミュートしてますよ。この人差し指当ててね、わざとこうやってくすぐらせて、5弦4弦3弦2弦ここは鳴ってます。で1弦は鳴ってない。はい、6弦はくすぐらせて5432弦まで鳴ってて、1弦はプシッてなってるでしょ。これどうやるかっていうと、このこっちの指のちょっとここの腹のところをですね、浮かせてんですよね。これちょっとまあ逆に難しいかなと思うんだけど、これだとすごくかなり F っぽい感じです。やってみましょう。 F の音は楽しいな、 F の音は楽しいな。はい、どうですか。ちょっとね、響きがなんかこうこんもりした感じですけど、これだと結構比較的、ガズはこれも簡単だと思うんで、逆に1弦と6弦だけ音出ないようにして、それ以外は鳴ってるんですよね。なのでね、今日はね、これなかなか奥が深いと思うんですけど、これが今日 F 紹介したいのは多分全部だと思うな。うん、今日計算してみる。そうですね。はい。で、今日のキーポイントはやっぱりこのミュートという概念ですね。出て欲しくない音をプツッと、こんな風に止めるっていうこと。これができるようになると、これギターのコードって結構助かること結構多いんですね。はい。それでちょっと今日はいろいろ紹介して、今日はね、9個弾き方紹介したんだよ。ちょっとおさらいしようか。まずは超基本の2つだけ押さえといて全部弾いちゃうパターン。今聞くとすごい響きだなと思いますけどね。はい。これがまず2本指でできるよというやつ。で、次そこに1個だけ足すと、もうちょっとコード感高まるよということで、はい、これになります。はい、これですね。そしたら次は何やったかというと、2本指で1弦から4弦までミュートする。そうそう。急にこうなんかコード感が高まったよ。じゃあ同じように1個足して、他のもミュート。3本指で押さえる。はい。その次、今日一番ガズがおすすめしたいよって言ったのは、ここに3弦の2フレットを加えて、この4本指で1弦と2弦はミュート。これがガズが一番おすすめかなという思うやつでございます。そして今度は片やハイフレットになって、今度は8弦と、5弦の8、あ、じゃあ8弦だって、5弦の8フレットと4弦の10フレットを押さえて、他の弦、1弦と1、2、3弦はミュートする。これが、ハイフレット、ハイフレットのコードのやり方。で、あとは、今度はちょっとバレエなんですけど、これ結構気に入ってます。ちょっと面白いコード、はい、その次はさっき紹介したこの2本指で1弦と6弦だけをミュートをするパターン。はい。そしてやっぱりこれですね、 F 教科書通りの F っていうのはやっぱりこれがありますね。これ全部1弦までびっちり弾くやつ、正反とバレエ、はい、しっかり力強く押さえて、ここが結構力いますからね。はい。で、これがまあ弾ければまあ本当に問題ないんですけど、まあでも、ここまではね、しっかり押さえられるには経験値もやっぱ必要でしょうから、それまでね、まずはちょっと経験値を積むためにいろんな自分なりの F で、どんどんいろんな曲をプレイするのをおすすめします。はい、そういうわけで今日はギターでは難関コードで、これでね、ギター諦めちゃうという方がめちゃくちゃ多いっていう、もう伝説のね、高難度なコード、F を、どれだけ簡単に、なおかつ、かっこよく、聞かせることができるか。これは、まあ、サボりというは言えば、まあ、サボりと思う方もいるかもしれないんですけど、一個の音の表現としても、今の F は使えると思いますんで、はい。ご参考にしてください。9個あるわけですから。どれか1個、皆さん、まずはこれだっていうのを見つけていただいて、できるようになったら、次のステップっていうような感じで進めてもらって、最後はね、普通の F がいけるようになるのはもちろんいいと思うんですけど、いろんな形で挑戦していってみてください。そしてね、前回の動画の時にご質問いただいたんで、ちょっとお答えさせてもらうと、マッサンさんの質問だったんですけど、弦高の高さ、どんなのがいいですかと、どのくらいがいいんでしょうってことがあったんですけど、それはですね、一概に言えないんですよね。まずですね、僕、ガズさんが思う、弾き語り専用の人だと結構低めがいいと思いますね。まあ、例えば、ね、一般的に言われてるのは、1弦のところで、このフレットのところで測るんですけど、2ミリとか、6弦のところで 2.5 ミリとか、だいたい言われてますけど、ガズはそれより低いのが好みです。例えば、
1弦のところ 1.8 ミリで、6弦の方がまあ 2ミリとか、そんな感じがお気に入りなんですけど、ただね、これもただここの、12フレットのところとこの1フレットのところとかの高さもあるし、あとネックがね、こう反ってたりっていうのもあるんですよ。なんで一概に何ミリがいいっていうんじゃなくて、これはね、なかなかね、素人が手出すと危ないやつなんです。ギターは特に。なんで、ちょっとご紹介したいのは、黒沢楽器さんがやってるこの記事があったんで、ここちょっと、貼っときますよ。僕のよりこっちの方がね、かなり分かりやすく なっておると思いますんで、好みがまずあるということと、プレイしたい音楽のスタイルによっても弦高っていうのはきっと違いますね。はい。ピックで弾く人なのか、指で弾く人なのかによっても違うんで、一概にこの弦高がいいですっていうのは言えないというのと、あと、ギターそのものが、ネックが反ってるとか、いろいろね、そういうもの、ことも、まあ、いろいろ、加味されるんで、一概に言えないんで、まあ、専門の、方に見てもらった方がいいと思います。ギターの場合は特に。ガズさんも自分ではあんまり弾かないです。ギターに関してはね。はい。ネックの調整ぐらいはちょっとたまにするときありますけどね。さっきのリンクのところで見てもらうといいと思います。そしてね、今日弦なんですけど、弦はですね、ちょっと奥が深い話になりそうなんで、次回ですね、この弦交換、このギターしてみようかなと思います。弦交換をするときに、おすすめのギター弦とか初心者の人はこんなのがいいんじゃないかなというのをちょっと深掘りしたいなと思ったんで、ちょっと次回の動画にお預けにさせてもらいたいなというふうに思います。ということで、今日の動画、終わりにしたいと思います。はい、そういうわけで、ガズギター教室第6弾、終了したいというふうに思います。F のコードね、ちょっと気持ちよく弾けたらいいな、本当にね、皆さんやってみてください。そしてね、さっきも、ちょっとご紹介したんですけど、なんかわかんないことが困ったこととか、いろんな質問、ある方はですね、ぜひとも気楽にこのコメント欄にですね、書いてください。書いてもらうと、それでなんか動画取り上げたり、まあいろんなことできたりとか、まあ皆さん困ってること、きっと他にもね、困ってる方、きっといると思うんでね、はい、お気軽に、メッセージ、コメント欄にね、書いていただけると嬉しく思います。はい、さっきも言ったんですけど、これ再生リストになってますから、このガズギターレッスンはね、はい、概要欄のとこに再生リストは貼っとくんで、最初から見ておさらいしてもらうのもいいと思います。はい、そしてね、ウクレレ、YouTube のガズレレの方もね、もう本当にね、もうバンバン盛り上がってます。イベントもこの間やったらもう大盛り上がりで、ね、もう最高でした。とにかくやっぱ音楽ってやっぱりね、聴くよりやる方が楽しい。はい、あっちからこっちから楽しんでやっていきましょう。あ、ピアノもやってますからね、ガズピアノ YouTube チャンネル。今度10月に本が出ますよ、ガズピアノ。これを皆さんぜひおすすめしたいです。YouTube でね、本当に簡単に誰でも鍵盤楽器できますから。ガズさんももともと鍵盤全く弾けなかったのに、今や結構いい感じですよ。はい、やってみてください。はい、それでは皆さん、楽しく音楽しよう。さよなら、バイバイ、またね。